その場で足踏みをするだけでみるみる足は細く変わります。皆さんこんにちは、中川祐希です。今日は60分歩くよりも確実に細くなる1分その場で足踏みウォーキングの仕方ご紹介していきます。特に今日は前半の体の仕組み解剖学を学んでいただければ、今後の人生立ってるだけ普通に歩くだけで間違いなく足のラインが細く綺麗に変わっていきますから、今日も体の仕組み一緒に学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、人は体重が頭のてっぺんからかかとに向かって落ちていきます。そしてかかとに 70%、 つま先には約 30% 体重がかかっています。つまり体重の7割をかかとで支えているわけです。しかしかかとは丸みがあって非常に不安定な骨です。ですから立っている時にほんの数ミリかかとが内側や外側に歪むだけで、上に乗っかっている足の骨やさらには骨盤や背骨全体がどんどん歪んでいきます。これは日常生活で無意識に行っている体重の偏った立ち方、もしくは足を組んでしまうような座り方、これでかかと立っている時の重心点がどんどんずれていくわけです。さらに怖いのはこの重心点一回ずれてしまうと、それがずれた状態でも自分にとって自然な状態になってしまうから、普通に無意識で立っているだけでは治ることはありません。それどころか一度歪んだ状態でそれが普通になってしまうと、ずっと体重がかかり続けているわけですから、歪んだ足関節にずっと負荷がかかり続けます。するとちょっとずつしかし確実に足の骨が歪んで湾曲します。さらにそれを止めるために筋肉が必要以上に働いて、常に筋トレ状態、どんどん筋肉が太くなってしまうんです。このように一箇所の骨の歪み、関節の歪みが全身に波及していくことを運動連鎖と言います。これはキネマティックチェーンとも呼ばれて、チェーンって片方をねじるとそのねじれが反対側まで伝わっていきますよね。体も一緒です。一箇所の骨だけで歪むんではなくて、一箇所歪みは一緒に全部いろんな関節まで確実にその歪みが波及していきます。今日は多くいらっしゃる2つのパターンの足の歪み運動連鎖を紹介していきます。まずかかとが内側に倒れる海内タイプ、そしてもう一つは外側に傾く海外タイプです。1つ目の海内タイプはかかとが内側に傾きます。そうなると足のアーチが落ちて親指は外側外反方向を向きます。つまりアーチが落ちた扁平足、足のアーチクッション機能が低下しますから、むくみや疲れが出やすい。そして親指の付け根、この辺りに非常に痛みが出やすいですから、外反母趾や巻き爪にもなりやすいですね。特にヒールを履いている方には多いパターンです。そしてこのように海内した方は、足の骨かかとが内側に向くとすねが内、そして太ももはさらに内側を向きますから、X 脚もしくは XO 脚といった足の変形になっていきます。こうなってくると関節の外側のあたりに痛みが出る方とても多いです。それとは逆に海外タイプの方、かかとの外側に体重がかかります。すると足の土踏まずアーチがぐっと持ち上がりますね。これは通常よりもアーチが上がりすぎるハイアーチという状態、足底のアーチが硬く緊張していますから、足底筋膜炎といって足裏がめちゃくちゃ痛い、もう足つくのも激痛っていう症状だったり、小指側の爪が巻き込まれてくる内反症歯と言われる爪や指の変形につながります。そして足の外側に豆ができる方多いですね。あとはご高齢の方にも多いですが、かかとの外側に体重がかかった時にすねが外側、太ももも外側に変形していきますから、関節の内側のあたりに痛みが出るパターンはこういった方非常に多いですね。どちらにしてもやはり足の歪み、そして体重のかかり方が偏ってしまうわけですから、足裏に豆が、魚の目などの症状が出てきやすいです。あとは簡易チェックとしてご自身の靴を見てもらって、ヒールのすり減り具合ですね。通常はかかとの外側が少し減っているぐらいは理想的、しかしこれが過度に外側が減りすぎたり内側が減ってしまっているということは、このかかとの歪みが大きいです。ですから今日はかかとの正しい体重のかけ方というのをマスターできる1分その場で足踏みウォーキングをご紹介したいと思います。ただしすでに歪んでしまって筋肉が固まっている方は、いきなりそれだけやっても効果が出にくい方もいますから、ウォーミングアップのストレッチも準備をしています。ですから今日は3ステップ、まず最初に足の歪みをチェックして、2つ目にウォーミングアップのストレッチ、最後にその場で1分足踏みウォーキング、これで足のラインを劇的に綺麗に変えていきたいと思います。ぜひ一緒に頑張りましょう。それではチェックから行いますが、今日はメインエクササイズでお箸を使っていきます。ぜひこれ準備してから足の歪みチェック一緒に行っていきましょう。それでは足を腰幅にして、お皿の向きを正面変えないように、拳1個分の幅も変えない、このままかかとの内側と外側に体重をかけた時にどちらにかけやすいですか？外側にかけやすい人は海外タイプ、内側が楽だよっていう人は海内タイプです。
自分のかかとのどこに体重がかかってるかをしっかり意識して、分かりにくいっていう方は片足立ちをして目を閉じてみてください。この時のぐらつき具合、右足と左足で違いはないですか？その感覚を覚えておいてもらうとエクササイズの後にかなり変わりますから、楽しみにしておいてください。ふくらはぎのストレッチを行いますが、壁がある人は親指と小指の付け根をしっかり壁につけたまま倒していきましょう。この時に足首が海外タイプの人は親指側が壁から離れます。逆に海内タイプの人は小指が離れますから、親指と小指の付け根均等に壁につけた状態、人差し指とお皿、股関節をまっすぐに向けましょう。この時に歪みが大きい人は親指小指の付け根をつけた瞬間、骨盤が歪んできます。ちゃんと骨盤も正面に向けて、これだけでかなり伸びてきますから、このポジションからスタートです。はい、それでは体を倒していきましょう。最初膝曲がって大丈夫です。辛い方は壁や椅子に手を置いてくださいね。親指と小指の付け根しっかり壁に均等につけたまま、はい、そしてゆっくり膝を伸ばして曲げる、伸ばして曲げる。人差し指とお皿、股関節がずっとまっすぐ向いてます。これだけでもかなり足の歪みの矯正につながります。どうですか、今かかとの内側や外側、体重かかり方偏ってませんか？できるだけかかとの真ん中あたりをイメージして、ふう、地面とくっついているかかとの体重のかかり方まで意識を向けていきます。体に気づきを持つことが一番大切です。ふう、深く長い呼吸です。はい、 OK。 反対側の足を行きましょう。はい、でこの状態しっかりとお腹とももを近づけて、はい、ゆっくり息を吐いて吸って、深く吐いて吸って、ポイントは腰を反らすことです。これが丸くなってしまうと効果が半減します。しっかり反って、OK、 いい感じ。そのぐらいしっかり反って伸びを強めていきます。はい、余裕があったらかかとを壁に近づけていくと、よりふくらはぎが伸びてきます。普段伸びない筋肉がピーンと伸びたら大正解。あと20秒頑張っていきましょう。目いっぱいゆっくり吐いて吸って、吐いて吸って、足首の前や後ろ、めちゃくちゃ辛くて大正解。無理はしない範囲で伸ばしていきましょう。ふう、よいしょ、はい、いいです。ではこの足を後ろに引いていきます。そしてお尻を持ち上げます。辛い方は今のストレッチもう一回やってもらってもいいです。はい、次は下向きの犬のポーズ。深く吐いて、目いっぱい吸って、そのままキープでもいいし、余裕があったら足を交互に動かしてもいいです。かかとを地面に押し付けるような感じ、ぎゅっと押し付けていいですよ。しっかりかかとで壁、地面を押す押す、しっかり顎引いて腕の間に頭をしまっておきます。はい、この時も親指と小指の付け根均等に体重をかけて、余裕があったらかかとを地面に押し付ける、踏みつける、いいですよ。手しんどい時は休憩しながらで大丈夫。もう一息、ふう、はい、いいです。 OK、 このまま足を一歩前です。今度はふくらはぎの下半分、ひらめきを伸ばします。膝を曲げてしっかりと足首曲げていくと、ふくらはぎ下半分、この足首の筋のあたり伸びていきます。特に足首を細くしたい方、キュッと縛りのある足首を作りたい人は下半分しっかり伸ばしてください。でこの時も体重のかけ方ですね、少し体重を内や外に微妙に変えながら、人差し指とお皿は必ずまっすぐです。はい、いいですよ。この時の重心の位置、かかとは海外海内しながら、自分のかかとの真ん中、なんとなくでいいからまずはイメージしていきましょう。ふう、ふくらはぎが伸びていきます。あと10秒繰り返しましょう。深く長い呼吸、止まってもいいし動いてもいい、一番伸びが強いところを探していきます。はい、いいです。反対側、人差し指とお皿で股関節真っ正面向けたままいきましょう。ふう、はい、できるだけかかとを地面につけたまま胸で
膝を押していきます。ふくらはぎが伸びていきます。長年固まってる人はこれで伸び感なかなか感じないんですが、そういった方ほどやった方がいいです。毎日コツコツですね、30秒から1分ぐらい 2,3 セットですね、やっていきましょう。ふう、深い呼吸、腹から息を吸って、口からあったかい息をはーっと吐き切る。下っ腹から吐き切ることでお腹まで細く締まっていきます。その調子であと10秒伸びてる筋肉感じてください。この後は簡単なマッサージを2種目入れていきますよ。最後 OK、 リラックス。さあ今度は足首が、海外する人はこの内側が縮んでいることが多いです。外側に体重かかりやすい人はこの骨の内側を軽く押してみてください。ぎゅーっと押してマッサージです。はい、後頸骨筋っていうのはこの頸骨、すねの骨の後ろについてるから後頸骨筋と呼びます。本当にね、筋肉って難しく、聞こえるんですけど、めちゃめちゃ簡単です。もうシンプルについてる場所の、名前でできてること非常に多いですからね。はい、どうでしょうか。この後頸骨筋、このすねの後ろからぎゅーっと伝わって足の裏のあたりまでつながってます。なんとなく触って痛いなってところありますか。ギュッて押してもいいし、押しながらギューッと指圧加えながらこの骨の裏側をほぐしてもらってもいいです。こっち側、海外タイプの人はこれがめちゃめちゃ痛い人多いです。はい、この逆に海内タイプの人は外側が縮んでいることが多いですから、外側を軽くほぐしていきます。ゴリゴリゴリとマッサージ。はい、ちょっと腓骨筋と言いますが、このすねの外側にボコッと出っ張った骨がありますから、ここのあたりからこのくるぶしのあたりを通過して足裏につながっている筋肉、どうですか。硬くなってますか。張りが強い人もしっかりここほぐしておいてくださいね。よくね、このすねの外側の張りが強くて困ってる、足の形が悩んでますっていう方は、実はこの内側が縮むことによって外側に張ってる方が多いので、外側の張りが強い人は実は逆に内側をほぐした方がいいっていう方も多いですから、自分の筋肉を押しながら、そして自分の海外海内パターン、なんとなく気づきを持ちながら自分に合ったエクササイズを選んでください。はい、 OK、 ではそのまま足首を曲げます。はい、そしたら拳1個の幅で足首、親指と小指均等に離して戻す、離して戻す。これ足首やかかとが歪んでる人は親指からめくれたり小指からめくれたり、いろんな癖があります。親指小指を均等に、よいしょ。そして指も反らさない。指が反ってきやすい人は足首詰まって硬くなってます。指は遠く伸ばしたまま、はい、できてますか。これで足首の歪みがかなり改善してきます。このすねの前、前頸骨筋という筋肉がだるくて正解。はい、その筋肉使って正しく足の曲げ伸ばし。僕はかなり海外タイプなんで、めちゃくちゃ親指側からこう上がってきよう、来ようとするので、意識的には僕は小指から上げようとしてます。それでもやっとまっすぐかなぐらいです。皆さんも自分のタイプ気づきを持って、筋肉が喜んでいますね。さあ、それではここからが本番ですね。お箸を使っていきます。まずお箸を置いて足を肩幅ぐらいにしていきます。ちょうどかかとですね、すねの骨の真下、くるぶしのボコッとした骨の下らへんに置いて立ってください。少しかかとが痛いなってぐらいで正解です。このまま内側、外側に体重をかけていくと、足、かかとに痛みが出ますから、どこに体重かかってるかよくわかります。かかとの丸みを感じて、一番真ん中かなと思うところでキープをしましょう。この状態でその重心を感じながら、まずは屈伸運動、そこから足踏みウォーキングに変えていきます。それでは最後一緒に頑張っていきましょう。はい、ではその場でまずは屈伸、上半身は足踏み、歩きながらウォーキングするようなイメージで振っていきましょう。はい、いいですよ。で、指先にはあまり体重かけない、ほとんど今はかかとにかけて OK です。あえて指先反らしてもいいですよ。痛すぎる人は無理しない で自分のさっき感じたかかとの真ん中、しっかりと体重かかってますか。割り箸と当たってるところ、重心感じます。で、まだ余裕があるよっていう方は、少し上半身を右や左にずらしながら、そうそう、いいですよ。なんか最初ぎこちなくなっても大丈夫。
卒業式の時にね、手足が一緒に動くみたいな、ぎこちなくなってもいいので、ちょっとずつリズムを掴んでいきましょう。はい、そしてまだいけそうっていう方は、そこから少しかかとを浮かして、そうです。かかとで足を踏む。足がずれちゃう方はずっと足つけといてください。その場で足踏みウォーキング。しっかりと重心のかかる位置をコントロールして。はい、いいです。はい、どうでしょうか。これで立ってもらうと、かなりかかとに重心がかかる感覚あると思います。そして片足立ちをすると、最初よりもストンとまっすぐ立つことができますね。これは重心が整って足の歪みがまっすぐに近づいている証拠です。逆に言うと、日常生活普通に立っているときは、どんどん足が歪むようになっていますから、必ず自分のかかとの位置、センターラインというのを意識して立っておいてください。さらに足を美しく、そして痛みや歪みを調整したい方のための効果を高めるUFIT限定動画を説明欄に貼っていますから、ぜひそちらもチェックをしてみてください。今日の動画もいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。